こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、前回の話でね、まあ、すごいっていう、まあ、行動するだけでね、まあ、20% の、まあ、上位 20% になれるっていうね、これすごい話だななんて思ってお話をしたんですが、今日もね、ちょっとね、まあ、すごいなって、まあ、ちょっとね、感動した、そんなね、話をしようかなって思います。それっていうのはね、まあ、僕がね、よく動画見ている灼熱の講演家の津田博明さんがね、2、3日前にこうアップした話なんですけど、まあね、自分が自分で生まれてくる確率っていうかね、そんなね、話をしてまして、それね、聞いた時ね、これすごいなって、とにかくすごいしか出てこない、そんなね、まあ、感動もねしたっていう、そんな話です。まあ、自分ちがね、こう自分として生まれてきてくる確率っていうのはね、なんかね、ある学者さんがね、まあ、調べたそうなんですけど、それがね 0.00000000014% だそうです。もうね、天文学的数字で本当にね、奇跡みたいなね、もので、それね、まあ、ちょっとね、そんな数字言われても分かんないって、どのくらいすごいのかって言ったらね、こう、まあ、ありとあらゆるものがね、捨てられてる、まあ、ゴミ捨て場があるとします。もうこんな山のように、そこがね、嵐でバーってゴミがね、全部巻き上げられて、それでね、そのね、巻き上げられた上空でね、こう部品がね、こうなんかいろんな部品がこう組み合わさって、パッてね、自分の手に落ちてきたのがiPhone だったっていうぐらい、まあ、絶対ありえないですよね。そのくらいすごいことっていうことで、本当にね、まあ、自分たちがこうやって生まれてきてるっていうのは本当にね、奇跡に近いんだななんて、そんなことも思いました。もう一個ね、例を出してたんですけど、まあね、時計、まあ、ここ時計ありますよね、腕時計、それをね、全部ネジ一本から分解して、まあ、このね、手の中に収まってしまうぐらいのね、ものなんですけど、それをまあね、東京湾で流す。そしたらね、まあ、波に揺られて揺られて、こう揺られて、それがね、揺られて揺られて、そのね、揺られてる間にこう部品が組み合わさって、ハワイ沖でそのね、時計になって漂着するみたいな、そのくらいね、まあ、自分が生まれてきてるっていうのはね、すごいことっていうね、そんな話をしてました。なので、ね、まあね、結構自分っていうのはこう、まあ、人とね、こう話したりするのが苦手とか、いろんなね、まあ、欠点とか、そういったのもあるかもしれないんですけど、まあ、そこのね、生まれてきただけでもすごくね、まあ、奇跡、まあ、幸せっていうか、本当にね、奇跡としか思えない、そんなね、話だったんで、まあ、自分をね、もっとね、大切にしないといけないななんて、そんなこともね、思いました。それで、まあね、自分がこうやってね、ここにいること自体奇跡かもしれないんですけど、またね、こうやって他の方とね、出会う確率っていうのもね、本当にね、これもね、すごいことでして、まあね、奇跡と奇跡が出会って、さらなる奇跡みたいな、そんな感じで、まあね、その奇跡っていう、まあ、宝くじね、皆さんこう自分金運アップの話とかして買う人多いと思うんですけど、まあね、一等が、まあ、必ずね、宝くじ売れば一等があるわけですけど、それがね、まあ、当たったっていうこともね、奇跡に近いんですけど、それをね、まあ、2回続けて当たった、それでまたね、まあ、ジャンボ買うたびに当たって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 って言って、それがね、なんかね、100万回繰り返されたっていうことと同じぐらいすごい奇跡っていうことですよ。まあ、自分のね、このね、動画を見てくださってる方とこうやって僕がね、つながってるっていうのもね、もうこう奇跡の一言ではね、言い表せられないくらい、本当にね、すごいことなんだなぁなんてね、そんな風にね、思いました。なのでね、まあね、会社で嫌な上司がいるとか、まあ、友達でこう嫌み言う人がいるとか、いろいろね、そんな嫌な思いとかね、するかもしれないんですけど、そういう人ともね、出会えたことって奇跡だっていう風にね、思えば、そんなことね、まあ、そんなことって言ったらあれかもしれないんですけど、それで悩んでる人いっぱいいるかもしれないですけど、まあ、そういったね、奇跡の中で生まれてる出来事っていうことをね、考えると、まあね、ちょっとやそっとじゃね、こう
そういうね、まあ嫌だなとかね、言ってられないななんて、もうここでね出会ったのが本当にね、まあ奇跡っていうね、そんなね感じで、まあ考えれば、まあちょっとやそっとやね、そういったことを我慢できるんじゃないかななんて、そんなこともね思いました。今ちょうど7時のね鐘が鳴り出しちゃったんですけど、まあこのまま続けます。なのでね、まあこのね、僕の動画をね、まあにこうたどり着いて見てくれてる人ともね、本当にねこう奇跡で、奇跡と奇跡がつながって、それでさらなる奇跡みたいな、そんなね感じで思いまして、本当にこう見てもらった方にはね、本当にね感謝しなければなって、それでねまた出会った人とかね、まあそういった方にも常日頃にねからね感謝するっていう気持ちをね、まあそれ考えると本当にね感謝しなきゃなーなんて、そんな風にね思いました。またねその津田さんの動画のねリンク、概要欄のところに貼っときますんでね、ぜひ見てもらいたいんですけど、まあね自分はねすごくねその話を聞いた時に、まあ、すごいすごいとしか言う、ちょっとね言葉が出てこないですけど、本当にね感動もしまして、いやこれ皆さんにちょっと伝えたいななんて、そんな風にね思いました。はい、ではね今日はね、まあ2日続けてちょっとねすごいっていう、そんなねまあテーマみたいな感じになってしまいましたけど、自分がねすごいって思った、そんなね話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。